ワイヤレス電力伝送の何かを作ってみようかとか、思ってらっしゃる方は、じゃあ私が売りたい製品がそのどういう役に立つかっていうのを見ていただきたいなと思います。ここからが自己紹介というか製品紹介になるんですけれども、製品紹介もまたくどくどやりますとあれですから、1分半の動画にまとめてあります。ぼんやりぼんやりでいいですから見ててください。多分一番最後のあたりだけが関係だと。形をもとにして解析して、最後はこういう電気的特性を出します。電磁界シミュレーターっていうとなんかこう電解や磁界を出しそうですけど、うちのものは今みたいなグラフしか出ません。で、主な用途は13メガの RFID ID が最近多いんですけれども、今日これからワイヤレス電力伝送の人々に買っていただきたいなと思います。から過去にはこういう高速伝送線路の解析に使ってらっしゃる方とか、日本で携帯電話の設計が盛んだった頃はそれに使われてましたし、最近も小型アンテナの設計に使われております。あるいは天文台で使うような精密なフィルターにも使われています。で、その分野では20年以上の実績があります。もちろんアメリカでですけれども、で、特徴はまず早い、さっき見ていただいたように非常に早くできます。で、早くやってもこういう鋭い動きっていうのを見逃しません。もちろん正確なのはもちろんのこと、今実験とちゃんとありましたけれども。で、安い、大事ですね、安い。だからちょっと試してみるための入門書とデモ版はただです。今日のワイヤレス電力給電の問題を解こうとした場合に、これ一応製品ラインナップです。ざっと値段言いますと、50万、100万、150万、300万から800万ぐらい。そうすると50万のもので皆さんできれば済ましたいと思うと思いますけれども、ワイヤレス電力給電に関しては私どうしてもこの赤いやつをお勧めせざるを得ないです。赤いやつはだいたい300万から800万ぐらいの値段の差があるんですけれども、その中で一番安いのがいいだろうなと思います。で、それはなぜかっていう話、理由が実は2つあります。第1の理由、何度も言いましたが、ワイヤレス電力給電の伝送距離っていうのは QU で決まります。で、QU は何で決まるかっていうと、動体損失で決まります。で、動体損失はどうやって決まるの？動体損失を解析するためには、電流密度をきちんと解析しなきゃいけない。電流密度を解析するためには、解析要素がたくさん、細かい要素をたくさん解析しなきゃいけない。たくさんの要素を解析するには多くたくさんのメモリーが必要で、実はこの線から下の安いやつっていうのはメモリーの制限がかかってるんです。何メガ以上のメモリーを使った解析はできませんよっていうのは制限がかかってます。なもんですから、ワイヤレス電力給電について一番大切な QU をちゃんと解析するためにはこの赤いやつが必要なんです。プロフェッショナルと書いてありますけど、分かりやすい。それが第一の理由。もう一つ、もっと大事な理由があります。解析できたところで皆さんの仕事は終わりじゃなくてスタートのはずです。多分ほとんどの皆さんの場合には解析して試作しました、そこからどんどん性能を改良してって、よそより競争力のある製品を作んなきゃいけないはず。ということは動体損失を下げて Q を上げるためには、どんな構造やどんな巻き方やにいやどんな材料を使えばいいのかなっていうのを試行錯誤しなきゃいけないですね。で、動体損失を下げるためにポッと道具何にもなしにこうやれば一番っていうのはこれです。もうこれが実は正解。プリント基板を使わずに銅の丸パイプを使って共振器を作ってください。MIT がやったのはこの方法です。MIT の発表をよく見ると、丸棒の直径が6ミリと書いてありますけど、あれは多分4分の1インチだと思います。で、4分の1インチの銅の丸棒、私、日曜日プラプラ、ホームセンターをプラプラ歩いてたらですね、ありましたよ、6.35 ミリ、4分の1インチの銅の丸棒、エアコンの冷媒パイプ、もうどっぴしゃりの
直径だし、巻いて相手は置いてあるのも、これは MEIT このまま使えやがったなっていう感じのノンピシャリのやつがあります。安いです。性能も一番いい丸棒が。でもプリント基板で作りたいでしょ皆さん。丸棒をその都度巻いてどうすんのよ、中国人に任すか。いやこれは意味がないね。やっぱり量産のことを考えるとプリント基板にしなきゃいけない。もう一つこの丸棒方法の嫌なところがあります。これは私にとっていいかな。ソネットで解析、私の売りたいシミュレーターで解析しづらいんです、丸棒は。どうしてもやれって言えばできなくもないんですけど、ほとんど無理と思った方がいいです。というわけで、ほとんどの方がプリント基板であって、しかも胴体損失を減らすために、厚い胴体を使いたいと思います。通常の銅箔が35ミクロンのところ、パワー系に使う70ミクロンの銅箔のやつを使おうとか、もっと熱いやつを基板屋さんに発注しようとか、そんなことを考えるかもしれない。当然コスト高くなりますね。もう一つ、胴体が熱くなったことによる効果っていうのをきちんと再現できるモデルっていうのが、実はまたこの赤いやつしかできないんです。それだけか。で、熱い胴体を使うっていうのは多分一番いい方法ではないです。もっと別のことをしないと、単にどんどん熱くしていったらどんどん特殊な銅箔がいて高くなってばっかりですから、なんか構造を工夫しなきゃいけない。例えばプリント基板を両面にして、こっち側35ミクロン、反対面は35ミクロン、2層にして、それをこうところどころギアでつなぐとかですね。例えばですよ、あるいは2枚のプリント基板、全く同じものをこう例えば1センチの間隔で離して、それを同層で使うとかですね。例えばですよ、そういうことをいろいろ工夫して、安くて競争力のある製品を作らなきゃいけないんだけど、それが効果あるの、私が今言った2枚使うっていうのが効果あるのどうなのっていうのを調べようと思ったときに、この多層胴体とかしましたけど、そういう構造についてやれるのが、このまた赤いやつだけなんですね。今言った私の2枚使うとか裏表使うとかいうのは量産に向いてるし、きっと給も高そうな気がするんだけども、その効果をちゃんと解析できるのもこの赤いやつなんです。というわけで、安いと言いながら申し訳ありませんけれども、もしこの辺をご予算としてお考えいただくなら、300万以上、400万以下と思っておいてください。オークションでその間微妙に違いますけど、400万あったら絶対お釣りが来てます。で、300万取ってらっしゃる方は微妙に足りない場合が多い。ここ取れば買えますよって言っても、いやそれも欲しいんだとか言って悩む方が毎年いらっしゃいます。350ぐらい取ってます。